J-POP 史上最速。ナンバーアンダーライン愛の新曲が YouTube で驚異の記録を更新。ナンバーアンダーライン愛が世界配信決定。有明ア,アリーナライブの全貌を Amazon プライムで公開。J-POP の新生、ナンバーアンダーライン愛が世界中で注目を集めています。彼らのゴートがイタリアの大学院生たちの選ぶ、海外展開すべき J-POP、ランキングで第1位を獲得し、 大きな話題となっています。これは、ナンバ・アンダーライン・アイが単なる国内のアイドルグループにとどまらず、世界中の音楽ファンに影響を与え始めている証拠です。この成功の背景には、彼らの卓越したダンスパフォーマンスとスタイリッシュな楽曲が大きく寄与していると考えられます。特に、ゴートとボンのミュージックビデオは、その独創的なダンスとビジュアルで見るものを圧倒し、瞬く間に世界中に広がりました。 また、スクエアワンやノーイエスといった楽曲も、その洗練されたサウンドで多くのリスナーを魅了しています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーであるヒラノショウは、その見た目がイタリア人に似ていることからも、現地で親しみを感じられやすい存在となっています。彼のカリスマ性とパフォーマンス力は、イタリアのファンにとっても大きな魅力です。ナンバーアンダーラインアイは新人グループと言われるものの、 ジャニーズ事務所で培われた歌唱力とダンススキルを持ち合わせており、その実力はすでに多くのファンに認められています。6月に東京有明アリーナで行われるナンバーアンダーライン愛のライブは特に注目を集めています。このライブのアーカイブ映像が8月16日午後7時よりアマゾンプライムビデオを通じて190以上の国と地域に向けて世界配信されることが決定しました。 この発表は今月10日に東京豊洲で行われたドローンショーで発表され、その斬新な演出がファンの期待を一層高めました。プライムビデオジャパンの小玉講師も3月に行われたトベファーストスーパーライブの世界配信に続き、今回もナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを世界中のファンに届けられることを非常に喜んでいます。ナンバーアンダーラインアイは4月にデビュー曲 g o ト、 がアメリカの iTunes 総合チャートで10位にランクインしたことを報告しており、この成功は彼らの海外進出の大きなステップとなりました。さらに、カリフォルニア州で開催された世界最大の音楽フェス、コーチェラの特別ステージに出演したことが、彼らの国際的な知名度を一層高めるきっかけとなりました。このステージでは、アジアにルーツを持つアーティストを世界に発信するプラットフォーム、 88ライジングの一環として、ナンバーアンダーライン愛はゴートとボンの2曲を披露し、観客を魅了しました。また、韓国の人気ボーイズグループゴットセブンの香港出身メンバー、ジャクソン1とのコラボレーションも大きな話題となりました。ジャクソン1はインスタグラムのフォロワー数が3300万人を超えるアジアスターであり、彼の登場によってゴートのリミックスバージョンは一層注目を集めました。 この夢の共演は、ナンバーアンダーラインアイがグローバルなアーティストとして、さらに飛躍するための重要な一歩となり、ました。さらに、ナンバーアンダーラインアイの新曲、ボン、は YouTube でのミュージックビデオが公開からわずか1日半で1000万回再生を突破し、日本人男性アーティストの最速記録を更新しました。現在では、公開から2週間経ち、再生回数は2700万回を超えています。 この驚異的な再生回数の増加は、ナンバーアンダーライン愛がいかに多くのファンに支持されているかを物語っています。ナンバーアンダーライン愛の快進撃はこれだけにとどまりません。ジャニーズ事務所の滝沢秀明社長も、彼らの才能と努力を高く評価しており、彼の指導の下でさらに成長を遂げています。滝沢社長は、ナンバーアンダーライン愛が持つポテンシャルを最大限に引き出すために、 国内外でのプロモーション活動を積極的に展開していく方針を示しています。このように、ナンバーアンダーライン愛は、その卓越したパフォーマンスと音楽で国内外のファンを魅了し、続けています。彼らの成功の裏には、普段の努力と情熱、そしてファンへの深い感謝の気持ちがあることは間違いありません。これからも、ナンバーアンダーライン愛はさらなる高みを目指し、 世界中のファンに夢と感動を届け続けることでしょう。ナンバーアンダーライン愛の今後の活動に注目が集まる中で、彼らが次にどのようなステージでどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待が高まるばかりです。彼らの新曲やライブ、そして新たなコラボレーションがどのような形で私たちに驚きと感動を与えてくれるのか、目が離せません。 ナンバーアンダーライン愛がグローバルなアーティストとしてさらに飛躍するためにはファンのサポートが不可欠です。彼らの努力と情熱がこれからも多くの人々に愛され続けることでしょう。このような状況下で私たちファンもまたナンバーアンダーライン愛の成長と成功を支える一員として彼らの活動を応援し続けることが重要です。彼らの音楽が私たちに与えてくれる感動とエネルギーは 日々の生活においても大きな力となります。ナンバーアンダーライン l i の音楽とパフォーマンスを通じて、私たちは新たな発見や感動を得ることができるのです。そしてナンバーアンダーライン l i がこれからどのような道を歩むのか、私たちは興味深戻り子です。彼らの成長と成功は J-POP が持つ可能性を再確認させてくれるだけでなく、 他の日本のアーティストやグループにも新たな希望とインスピレーションを与えるでしょう。これからもナンバーアンダーラインアイの音楽がどのように進化し、新たなチャレンジにどう応じるのかを見守り続けることが、ファンにとって大きな楽しみとなるに違いありません。彼らの次のステップとして期待されるのは、さらなる国際的なツアーやフェスティバルへの参加です。特に、欧米の音楽市場での成功は、 ナンバーアンダーライン I の今後のキャリアにとって重要なマイルストーンとなるでしょう。すでにアメリカの iTunes チャートでの成功やコーチェラでのパフォーマンスを通じて一定の知名度を獲得していますが、これを機により多くの国や地域でのライブ公演が実現することが期待されます。また、彼らの音楽性やパフォーマンスの幅を広げるために、他の国際的なアーティストとのコラボレーションも重要な要素となるでしょう。 ジャクソン・ワンとの共演が成功を収めたように、他の人気アーティストとの共演や楽曲制作を通じて、ナンバー・アンダーライン・アイの魅力をさらに引き出すことが可能です。これにより、異なる音楽文化の融合が生まれ、新たなファン層を開拓することができるでしょう。一方で、彼らが直面するであろう課題も無視できません。言語の壁や文化の違い、海外市場でのプロモーション戦略など、 多くの課題が待ち受けています。しかし、ナンバーアンダーラインアイはこれまでの経験と学びを活かし、これらの障害を乗り越えていくことでしょう。彼らの持つ情熱と努力は、どんな困難も乗り越える力となるはずです。また、国内での活動も重要なポイントです。日本国内でのファンベースをしっかりと維持しながら、海外展開を進めることが求められます。 国内外でのバランスの取れた活動を通じて、より多くのファンに彼らの魅力を伝えていくことができるでしょう。特に、有明アリーナでのライブや各種メディアでの露出を通じて、国内ファンとの絆を深めることが重要です。最後に、ナンバーアンダーライン愛の今後の展開に期待しながら、彼らがどのような未来を切り開いていくのかを見守りたいと思います。彼らの成長とともに、私たちもまた、 新たな夢と希望を見つけることができるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の音楽が世界中に広がり、多くの人々に愛され続けることを願ってやみません。彼らの成功を祝福し、これからも応援し続けることを誓います。皆さんも一緒にナンバーアンダーライン愛の輝かしい未来を応援していきましょう。